俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼がつど前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返りがつ近前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K の第8話10日にお笑いコンビシソニムの二郎が登場。連続テレビ小説マレ以来2回目の出演となった二郎が演じるのは夫婦間の財産返還に関する裁判で不利な女性峰子側の弁護士役。真っ先に長谷川さんのお母さんの喜ぶ顔が浮かびました。朝ドラはマレに続いて2作目だったのですが、専門用語の難しさも相まってセリフが全然出てこない。しかも長谷川さんもセリフが出てこない、2人してセリフが出てこない。でも現場はとっても楽しくて共演者の皆さんは優しかったですとコメントした。